アラブル神、スサオの、第1話、優しいお兄ちゃんの巻。今から、14年前、小学5年の姫子は、サンタたちを5キロ先にある学校に、引率していた。順応性が高い、サンタらは、足腰が強靭になっていった。ある日、サンタたちは、姫子を待たずして、勝手に弟と共に、学校を出る。ごめんね、お姉ちゃん、僕が大桑さえ、追わなければ。大丈夫よ、なんとかなるわ。サンタと弟は、山の中で、迷ってしまった。お姉ちゃん、もう、歩けないよ。困ったわね、道に迷ったわ。サンタラは、家とは、マラクの17キロの、地点にいた。もう、動けないわ。一方、姫子。どうしたんだ、姫子。お兄さん、助けて。このまま、私たち、死んじゃうのかもね。あそこか？あそこか？スサニーちゃん、ずーっと、待っていたんだよ。さあ、家に帰るか。姫子にも、飛行術を、教えておくか。よし、うまいぞ、姫子。今度は、サンタを、私が守るわ。一方、スサノオは、高校入学時から、3ヶ月、誰とも会話したことがない、寡黙な男であった。お昼も、一人で食べていたのであった。おい、スサ、こっちで一緒に、弁当を食おうぜ。え、いいのかい？スサは、久しぶりに弁当を友達と食べて、少し嬉しかった。だが、これが悲劇の始まりだったかもしれない。どうかしら、面白かったかしら。それじゃあまたね、バイバイ。